これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところから、いつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。決死隊。シンクライ、何をしておる。アルテアとヘラクレス帝が連合を結び、反逆を企てておるぞ。どうせ腰抜け同士の連合を束になっても、所詮我々の敵では。口先で何を言っても始まらぬ。失った星を速やかに取り戻し、再び植民地とせい。それはたやすいこと。ではまずアマゾン星を。あの百薬の宇宙花アマゾニアの取れる星だな。大帝王の長寿のためにも欠かせぬ星。それにアマゾン星は絶えず強力な磁気を発しております。たとえゴライオンが邪魔立てしようと、磁気作用でメカが狂い思うように戦えませぬわ。直ちにアマゾン星を占領する。これが不老長寿の花アマゾニアである。巨大メカ獣人イプシロン、反逆者どもに我がガルラ大帝国の力を見せつけてやれ。お母さん早く。油断、早く鬼で。お母さん早く逃げるんだ。アマゾン製の者ども、よく聞け。うわ、後ろにメカ獣人か。再びアマゾン製はガルラ大帝国のものになった。嫌だ、お前たちになど支配されるのは真っ平だ。反抗する者には死だ。よいな。シンクライメン、父上、アマゾン星を占領しました。よくやったシンクライ。長寿の飛躍アマゾニアは早速父上のもとに送りました。だが気を許すな、アマゾン星人の中には反抗の機会を狙っておるやつもいるはず。反抗する余裕などもないほどこき使ってやります。皇太子、
明日はいいものを目にかけましょう。おお、見事な滝。あと前にはなかったはずだが、この滝が自然の滝に見えますか？違いますのじゃ、人工滝。わざとアマゾン星人をこき使い、いじめてやるのじゃ。何をしている？働け！お助けを、もう動けません。うるさい！くたばったか、じじめ。おじいちゃん！おいら、働き続けろ。やめた、やめた。こんなバカバカ仕事やってられるか。バカめ、働かせろ。反抗する気力がなくなるまで。お、これでは皆いつか殺される。お父さん、なぜみんな反抗しないの？シンクラインに逆らっても殺されるだけだ。こら、そこ何を話してる。無駄口を叩く暇があったら働け。ガルラメ、今に見てろ。大人たちはみんな諦めちゃってるんだよ。そりゃそうだよ、あいつらすごい武器持ってるもの。だけど僕はお母さんを殺したシンクラインを許さない。僕の兄ちゃんもメカ獣人にやられた。私のおじいちゃんは働きすぎて死んじゃった。みんなシンクラインが憎いことには変わりないんだけど。でもな、もう我慢できないよ。僕らの手でシンクラインを倒そう。え？少年決死隊を作るんだ。勝てるかな。そんなことをやってみなきゃわからない。でも今戦わなきゃシンクラインはますますひどいことをするばっかりだよ。大人たちが諦めちゃってる今、誰かが行動を示さなくちゃ。うん、俺もやるぞ。僕もちょっと怖いけど。なーに、3人で力を合わせればなんとかなるし怖くないよ。待ってよ、私もよ。私だけ無視するなんて釣れないじゃない。ゼルは女の子じゃないか。危ないんだぞ。あら、女の子でもガルラに対する怒りは同じよ。よし、わかった。仕方ない。全部で4人。少年少女決死隊になっちゃうけどな。私頑張るわ。よし、やろう。シンクラインが眠っている時を襲う。うん、決行は今夜、真夜中。いいな。皇太子を襲うじゃと。面白い。お前たちなどにやられてたまるものか。よし、やっぱり怖いな。男でしょ、勇気出してよ。あれ、
起きていたのかシンクライン。俺様が眠っていると思ったのか。こてりは鉄砲があるんだぞ。さあ撃つぞ。撃てるか。撃てやる。さあ弾が出ないよ。バカ貸せよ、あれ弾が入ってないのかな。最初からその銃にはエネルギーパックは入っておらぬわ。この俺様を殺そうとは、所詮子供の浅知恵よ。もう煮るなり焼くなり好きにしろ。そうか、うまそうな子供たちだから、明日の朝飯にするか。朝飯だって嫌だよ。僕がリーダーだ。僕は朝飯にして、他のみんなは帰ってくれ。あんたなんかいつでも食べてていいのよ。己生意気な。待ちなされ皇太子。なんだおばば。ここで殺すより見せしめのために処刑する方がよろしいぞ。アマゾン製の連中も肝を冷やすし、ゴライオンをおびき出すこともできる。ジュランたちの処刑は宇宙テレックスで全宇宙へ通告された。アマゾン製の子供たちをレミ衛星で処刑するって。そんなことをさせるもんか。その通りじゃ。そうよ、助けに行きましょうよ。ガルラが通告してくるのだ。何か罠が仕掛けてあるはずだ。罠でもこのまま放ってはおけない。その頃アマゾン製の衛星レミ星では、処刑台の気分はどうだ。僕らが死んだって後に続くものが必ず出るぞ。ゴライオンがきっと助けに来てくれるわ。そのゴライオンを待っているのだ。教えてやろう。この地面の下にはソリウム核地雷が埋めてある。この谷間全体を消滅させるに十分な威力のな。ゴライオンもろとも吹っ飛ばしてやる。俺はアマゾン城へ戻り、ゆっくり見物だ。どこだ処刑場は。死んじゃうんだね、僕たち。早くしないと殺されちゃうよ。死ぬ前に腹いっぱい食べとけよかったな。何としても助けなくては。みんなごめんよ、僕が誘ったばっかりに。ううん、もういいの。生きていてくれよ。死ねば天国のおじいちゃんに会えるもん。シンクライメイク。あれ、ゴライオンだ。ゴライオンが来てくれたんだ。わざわざ死にに来おりました、ゴライオンが。このボタンを押すときがゴライオンの最後。さあ来い。今助けるぞ。近づくな。爆発するぞ。爆弾が仕掛けてあるのよ。ダメだよ。爆発する。爆弾。そんなことだと思った。心配するな。ダメだ、ゴライオン、逃げろ。行くぞ。くそ、ダメだ。来るな。今だ。思い知ったか、ゴライオンめ。それにしてもあっけない最後。フフフフフ。おお、あれは何だ。
て言ってんのかな。グライオンよ、グライオンが、グライオンが助けろよ。やったか、助かったのか。どうなってんの、あの爆発からどうして助かったのかしら。俺が子供たちを手で救ったのまでは覚えてるが。よかったな。そうじゃ、彼らは知らなかったが、爆発の瞬間に自己防衛システムが働き、五体の持つ雷、水、火、土、風の全エネルギーを使い、マルチパワーバリアを生み出し、5メガトンの核爆発にも耐えたのだった。しかし彼らはこのことを知らない。ゴライオン自身が潜在的に持つ神秘の力であった。さあゴライオンに乗り込むんだ、アマゾン星へ攻撃だ。しぶといやつらめ、おかしなバリアを張り寄って。慌てることはありませんぞ皇太子、やつら図に乗ってアマゾン星を攻めようとしておるが、この星の時期はゴライオンのメカにも影響を与える。メカ獣人イプシロンは退治期フィールドを装備しておるでな、ゴライオンを倒せましょう。よし、全軍戦闘用意、目標ゴライオン撃て。まずアマゾン星の人々を解放する。助けに来てくれた。お父さん、おう、ドリアン。生きてたのか。ゴライオンが助けてくれたんだよ。お父さん、今からでも遅くないよ。ゴライオンも協力してくれるんだ。ガルラを倒そうよ。同胞たちよ、ゴライオンがハルカ・アルティアから我々を助けに来てくれた。ゴライオンと力を合わせてガルラ大帝国を打ち砕こう。そうだ、シンクラインを倒せ。我らの手でアマゾンに自由を。ガルラを倒せ。シンクラインに行くよ。アマゾンのために死ね。シンクラインを倒せ。アマゾンに自由を。ガルラを倒せ。シンクラインに行くよ。シンクラインを倒せ。シンクライン皇太子、アマゾン人が必要に取り付きました。うろたえるな、巨大メカ獣人イプシロン出撃。メカ獣人だ、助けるぜ。コガネ、アマゾンの人たちが危ないわ。ゴライオン合体。羽ばたけブラックライオン、無限の大空高く、希望の光を目指して突き進め、電撃パンチだブラックバズーカ、光の刃だブラックソード、シンガンパーク飛びたい。どうしたんだよチーフ、当たんねえぜ。おかしい、このはずは。どうしたんだ。お、ケーキが。アマゾン星の強い時期でメカが狂ってんだ。こっちのコンピューターもおかしいぞ。右足の下気管制装置も異常よ。こっちもだ。うわっ、手動操縦にしてレーダー誘導カット、光学照準器で有視界攻撃にする。了解。フットミサイルの誘導を超音波センサーに変えてくれ。了解、レーダー誘導システムを超音波センサーに切り替えました。データイン、光学照準システムオン。照準、
チーフに預けます。オッケー。左足を吹っ飛びさえる。想定オッケー。最終セーフティー解除。暇だ、吹っ飛びさえ。うわ、やはり反応が遅い。クラッシャーボールが使えるぞ。よし、クラッシャーボール。剣で勝負か。それなら中手強い相手だった。やったい、すごいわトライオン。やったー。さあ一気に城を攻め落とせ。おのれアマゾン星人め、ゴライオンめ、覚えておれ。ありがとう、あなたたちがアマゾン星を救ってくれました。アマゾン星を救ったのはデュランたち4人の勇気ですよ。子供たちに教えられました。我々もこれからは恐れずガルラ大帝国と戦います。協力して戦いましょう。アルテアはアマゾン星との末永き友好を誓います。ゴライオンさえいればガルラなんか軽くやっつけちゃうさ。そう簡単にいけば苦労はしないんだけど。みんなの力とゴライオンの力が必要よね。あの通り。そうだ。さて次回は、ホネルバが作り出したガルラ製のゴライオンは本物そっくりで性能は本物を上回る。この偽物をジャール製の人々はゴライオンと信じて迎え入れてしまったのだ。次回、ジャール製の誓い、お楽しみに。